いやっと。今日のテニス面白かった。っていうかね、いただきます。今日さ、テニス練習行ってきたらね、それで、仲間たちとやってて、で、休憩の時にね、普通に話するじゃない、ああだこうだとたわいもない話をね。そしたら、まあね、面白いっていうのと、バカだなーっていう呆れね、面白半分、呆れ半分っていうね、話があったのよ。その仲間と喋っとって、いや、こういう、俺の友人なんだけどって、そのテニス仲間の友人の話なんだけど、その人が、まあ主役、まあ主人公なんだよね。その人なんだけど、まあそのね、なんつうの、仲間が言うには、その人はね、めちゃくちゃお金持ちなんだって。うん。で、いい車乗って、いいもの身につけて、いい家に住んでって、まあいいもの食べて、まあ一生懸命素晴らしいと。もうお金持ちと。うん。まあいいことじゃないですか、お金持ちなんで。ただね、その人ってすごくなんか、まあ俺は見たことないから、どういうね、人なのかってわかんないけど、その友人とかその仲間の話だったら、うん、まああまり見てくれは良くないと。うん。言葉は悪いけど見てくれは良くないと。ただ、その人がめっちゃ美人な人と付き合ってたんだって。うん。ってことはなんとなくね、ピンとくるよね。え？見てくれ悪いのに美人な人。うん。ってことは、って言って思うよね、普通はね。うん。ほんで、その人は、まあ、その美人な人と付き合って、まあ幸せだったんでしょうね、多分ね。まあ付き合ってる期間は。うん。で、だったんだけど、まあ、貢ぐわけよ。うん。貢いだったんだよね。うん。はや、話的に、うん、聞いてると。その、彼女さんに、うん、いいもの、来てもらいたいってことで、まあ多分ブランドの服じゃない？ハイブランドの。うん。いい服買ってあげます。で、いいものをね、あれ食べたいって言ったら食べさせてあげます。で、なんかね、アパートなんか、マンションなんか知らないけど、家のお金ってことは多分家賃でしょ？多分。家賃とかだと思うんだよね。で、あと、駐車場代、うん。それも、だから衣食住全部、その主人公が面倒見てあげたんだって。相当な金額だよね、その段階で。だって、家賃って言っても、まあ、普通に 3LDK とかだったら、まあ、2桁行くわけじゃん。うん。で、なんていうの、ブランドの服なんて言ってもね、何十万とかするわけじゃん。で、食べるって言ったって、まあ、高級なとこ行けば何万って行くじゃん。多分そういう場所だと思うんだよね。うん。だからもうとにかくは貢いだったんだって。うん。もう彼女に行って。うん。いいもの着て、いいもの食べて、いいとこ住んでっていう感じだよ。うん。でね、大体さ、それを聞いてて思ったのが、見てくれた多少悪いわけじゃん。俺がね、例えばね、すごい見てくれ悪いです。うん。で、ただお金は持ってます。で、美人な人が来たとするじゃん。で、私はね、有名人で、モデルさんなんだけど、エビ原ユイさん。エビちゃんがね、もう大好きなんですよ、私は。うん、夢だったらね、エビちゃんに会いたいっていうのがね、すごい夢なのね。うん。エビちゃんみたいな綺麗な人が寄ってきたら、絶対に思うもんね。自分が、俺、ダサいのに、かっこいい、イケメンでもないのに、この人もしかして、俺のマネーにやってんじゃないのって、普通だったら思うわけじゃん。うん。で、それでその主人公がどうなったかっていうと、まあ、綺麗な感情。うん。まあ、デートするわけじゃん。そうすると、やっぱり、隣に綺麗な女性がいるわけですよ。うん。それでもう、どんどんね、お金を上げちゃって。で、結局、お金持ちといえども、やっぱりさ、ある程度さ、まあ、年収があるわけじゃん。うん。月、何千万稼いでるか知らんけど。で、年収があって、それを年収と、まあ、自分の分はね、どうなってるか知らないけど、その女性にね、もうそんな高いものね、いい服着て、いいもの食べてもらって、いいところに住んでって、なったらさ、結局のところって、自分のね、その、お金ももちろん減っていくわけじゃん。うん。で、結局その人、主人公は、その、ね、なんと仲間が言うには、まあそうやって、もうどんどんお金を上げたと。っていうか、その人もなんかね、話聞く限りではあまり女性経験がないと。うん。まあ私もないけどね。うん。っていうか、ないけど、その、
人の話によると女性経験がないから、しかも明日そんな綺麗な美人な人だって言ってはもうその、ね、仲間もあれの人にはねちょっともったいないぐらい美人だったよねっていうぐらいだから相当な美人だと思うんですよ。うん、まあ俺私はねその女性の方もその男性主人公の顔を見たことないからどういう人なのかは分かんないけど、なんとなく自分の頭の中で想像して、ああ多分こういう感じの男性なんだろうな、こういう感じの美人な女性なんだろうなっていうのを頭の中で想像してたら、そのね、仲間の話を聞いとったわけよ。で、結局、それだけ、お金を、どんどん、まあ、彼女さんに費やすわけよ。貢いだわけよ。うん。まあ、本人はね、付き合ってる、俺の大事な彼女だって言って、まあ、どんどんやるわけじゃん。で、どういう風になったかっていうと、その結末がね、俺、すっげえなぁ、この人、この主人公バカだなぁと思ったのと、あと、女性ってすごいなって思ったんだよね、そのオチがあって。聞いてて、男性がもうだんだんもうお金がそこつくわけですよ。すごい勢いで。だって、ね、さっきも言ったように、そう、衣食住ですから、ゴーンってもう、毎月だったらだんだんって、その彼女に行くわけですよ、お金がね。自分が働けど、働いたお金は、どんどん行くわけですよ。それで、どうなったかっていうと、なんて言うんでしょうね。その主人公が、なんか土下座したらしいんですよね。もう、すいません、お金がないんですよ、と。うん。だからもう、この関係、なしにしましょうよ、と言ったらしいんですよ。そしたらね、その女性が、すげえな、マジでって思って、ゾッとしたよね。もう、笑顔で、はい、わかりましたって言ったらしいけんね。もう、バカだよね。男ってすごいなと思う。男もバカだし、やっぱ女性はもう、好きあらばって感じなんだろうね。うん。てか、まず、そもそもね、その、最初の段階でもう気づくべきだよね。うん、なんかおかしいなって。だって、お金ばっかさ、そうやってさ、なんつうこれ着たいな、これ欲しいな、これ食べたいなっていうような女性って絶対もうお金目当てなんですよね。それに気づかなかったその男は、まあ、変な話だけど、まあ、勉強じゃないって思うけどね。超高い勉強代だよね。うん、早い話が。うん、多分とんでもない金額払ったんじゃないの。何人と付き合ってか知らないけどさ。うん。で、結局もうそういうことでもう自分の首絞めてケツの毛まで抜かれたっていう話なんだよね。だからすごいなぁと思って、まあ半分笑えるし半分バカだなって感じだよね。だからね、まあね、はっきり言うけど、綺麗なものには棘があるって言うけど、本当だなぁと思って。だから多分、その、これであくまで私のその話、なんつうの、仲間からの話聞いてて思ったのは、多分、その女性はいっぱい男がいるんだと思う。絶対に。多分、その今回のその主人公が何番目の彼氏って言ったら変だけど、多分、そういう人って頭がいいから、多分その女性ね、頭がいいから、多分計算してるんだ。あ、この人はこれ。だ、衣食住。で、B さんは、例えば、なんだろうな。まあ、車。とか、あと、この人はこれって言いたい感じが、多分、最低でも3人はいると思うんだ。主人公いて。A、B とその主人公みたいな感じだと思うんだ。だから3人ぐらい多分、男性抱えているんだろうなっていうのがあるの。だって、はい、わかりましたって言えるかなって思うんだよ。普通だったら、ああ、ってなるかもしれない。だからもう、その女性、男性主人公は、まあ、美人な人、嬉しいな、こんな綺麗な人と付き合えてって思って、もう、彼女と思ったけど、多分その女性は、もう単なる金持ちをとっ捕まえたって話だよね。とっ捕まえて、もう全部身の前の世話をしていただいたっていう感じなんだよね。すごいな女性はと思いましたよ。まあ私はね、そういう人が来たら、さっきじゃないけど、エビちゃんが来たらまず疑うよね。なんでこんなおっさんにこんな綺麗な人があって、まず疑うもんね。だからその主人公って人はね、どういう人か知らないけど、まあ、こういう人もいるんだなって思ったよね。すごい、本当に。だからね、女性はすごいですね。まあ、だから俗に言う港区女子みたいな感じなのかね。まあ、ああいう人たちはね、もう、確かにもう美人な人が多いもんね。まあ、そりゃそうでね、ブスだったら誰もね、人作んないもんね、はっきり言って。面白いなっていうか、バカだよなっていう感じだよね、これからすると。なんて、だって、そんなにね、あ、でも間ね、メンタリスト大悟さんも前言ったんだけど、なんか、男性でも女性でも、恋愛してる時って、頭の判断能力がチンパンジー並みになるっていうかね、その男性というか主人公はチンパンジーになっちゃったんだろうね。人間からチンパンジーになっちゃったから、例えばもう言われれば、はい、服、食べ物、家っていう感じになっちゃったんだろうね。すごい。
面白かった。ごちそうさまでした。コミカード、ジョバンニー。